じゃあ次、かずみさん行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。正直言いまして、一言で言うと、すごい充実した練習をしてきたので、このまま穏やかに当日を迎えられたらいいなっていう感じで、当日のことを考えちゃうともちろん不安要素はいっぱいあるんですけども、でも練習に関しては、メニューをいただいたときは、あれ、きついよなって思うんですけど、でも、できないきつさじゃない。それが積み重なってたんで、かなり一週間終わった時の達成感がいつも大きくって、気持ちの上ですごくゆとりができました。そのメニューをいただいた時の1回目にやった時よりも2回目の方がすごく同じメニューでも楽だっていうのを感じたりとか、30キロ走を、11月から2月までで6回やったんですけども、6回目の30キロがすごく楽で、同じぐらいのペースだったんですけど、それがやっぱすごく大きな自信になったりとかして、これがレースの時にどういう風に出るかなっていう楽しみじゃないんですけど、そういう気持ちで、練習の内容を一つ一つ消化できたので、すいません。私自分で反省をした方がいいのかよくわからないぐらい穏やかにいるんですね。できないことがあっても、ちっちゃいことにこだわらないで行こうみたいな考えにもなれましたし、タクプロがちょっと一言言ったことで自分の気持ちが一回一回ちょっとかなり解消されてたというか、なので、すごい充実した時間を過ごしてるんです。なんか反省した方がいいですかね。いや、いいと思います。いいと思います。それはそれで。この東京のプロジェクトが始まる前から、はい、かずみさんのことは、すごく詳しく分かっていたわけではないですけど、はい、まあ、なんとかお会いしていて、はい、なんか、お話を聞いてるときに、あ、なんか、かずみさんってこっちの方に転がったらいいのになって思っていたことがあって、はい、少しそっちの方に、ちょっと、なんか転がることができたのかなっていうふうに自分的には思っていて、で、それ何かっていうと、トレーニングに対して、このトレーニングができなかったらどうしようって気持ちで、トレーニングをしているんですよ。していたんですよ。うんうん、はい。そのモードでトレーニングすると、なんか一個一個のトレーニングの取り組みが、なんか切羽詰まった状態になるというか、でも、それよりも、このトレーニングができなかったらどうしようよりも、このトレーニングができたらどうなるんだろう、私はの方が、ああ、はいはい。ワクワクするじゃないですか。この30キロができなかったら私はどうしよう、レースが走れないかもしれないっていうモードだったと思うんですけど、うんうんうん、はい、そっちよりも、今日のこの30キロができた私はまた少し強くなれたよねとか、これができた私はレースで今までここでちょっと失速しちゃいそうだったけどあそこは乗り越えられるようになったかなとか、なんかこれができた私がどういう方に進んでいけるのかみたいな、そっちを大事にしながらトレーニングが詰めると、毎回毎回練習がなんかテストみたいになってたんですよ、前は。ああ、はい、そうですね、はい。うんうんうん、これができなかったらサブ 3.5 できないとか、これができなかったらマラソン結果が出ないみたいな、だから一個一個の練習がすごく重たくて、すごく怖くて、っていう状態だったと思うんですけど、それだと面白くないんですよ。だからもっと気持ちよくやるためには、よし、今日の練習はきつい。きついけど、これがやれた私は、もう少しこうなっているだろう、みたいな方に転がして、まあ、できなかったとしても、マイナスになることはないんですよ。例えば、30キロ走を今日やろうと思っていたけど、20キロで終わりましたと。でも、30キロやろうと思って20キロでやめたけど、でも、その20キロを走る前の私よりは、速くなっているじゃないですか。うんうん、はい。練習やってるんで。はい。だから、
別にその練習ができなかったら何かができなくなるようなテストじゃなくて、途中でやめたとしても設定通りいけなかったとしても前には進むんですよ。だから練習をやることに、あ、今日も練習、もしかしたらうまくいかないかもしれないけど、今日も練習したらちょっと前に進めるんだって思ったら、練習がワクワクしだすじゃないですか。はい、なんかそういうモードに転がっていくと、もっとなんか練習が楽しくなって、なんか日々成長していく自分がいて、みたいなところに転がったらいいなって思ってたので、なんかこの期間が充実した、期間を過ごすことができたっていうふうに、今、かずみさんがこの期間を受け取れているのであれば、すごくいい方向に転がってるかなと思うので、なので、これからも、なんかその練習はテストじゃなくて、ちょっとでも前に進むための行動なんだって思って、向き合っていけば、毎日楽しくなると思うんで、ちょっと引き続き、そういう思考でやれるといいかなと思います。そう、この間マラソン研究所で、つい一番最近、たくさんが出してくださってた。はいはい。走るのが楽しいっていうのがもうすごくなんか言ってることが分かって、はい、もうすごいおっしゃったんですけど。でも、いや、そうなんですよ。でも、なんかね、すごく分かりますよね。でもなんか、ちょっとその不安の話で言っちゃうと、いつも調子いい時ほど、調子よくレースまで来た時ほど、なんか当日崩れちゃう。うんですよ。で、逆に、ちょっと前に、ちょっと体調壊して、今日走り切れるかなって不安で、あんまりこう狙っていかないときほどベストが出たりとかするという、その現象に陥らない。だから多分その、今日は走り切れるかなぐらいな感じで、多分力が抜けてるときの方が多分いいタイムが出るじゃないですけど、その状況に陥らないといいなっていう、そう、当日。結局今までいい練習がもうほんと途切れることなくできてるから、当日なんか変な力が入らないで当日に向かいたいなっていうのがあります。レースも一緒なんですよ。レースもテストじゃないんで、だからどんなレースだったとしてもその経験って絶対に無駄にならないんで、はい、だからなんかもちろんそこで成果を出すこと出してたら気持ちいいだろうし、成果出せなかったら悔しいと思うんですけど、別にどっちでも OK で、例えば、最近で言うと自分、ちょっと前に年末に抱負読売マラソンを走って、30キロで大失速して、まあ、大失速というかもう30キロ以降歩いてたんでほぼ、大失速どころかもう30キロでレース終わってたみたいな感じだったんですけど、でもあそこでのあの経験があるから、あ、やっぱちゃんとこういう練習しないといけないよなに結びついて、でそこから練習のアプローチ変えてみたいなことができたんで、その時はあ、なんかちょっと失敗レースだったなっていう、なんかちょっと悔しい部分もあったけど、今考えてみたらあれがあってよかったって思えてるし、だからまあ、レースも別にどんな結果でもいいんで、なんかテストだと思って失敗できないと思ってスタートラインに立つと、レースも面白くなくなっちゃうんで、だからレースも一緒で、どんな結果であれ、とにかく全力を出し切ってみた、見た結果、で、それは、その経験値っていうのは、どんな結果であれ無駄にならない。むしろ、レース自体は失敗だったけど、経験値としては前進してるんで、新しい経験値を進めてるんで、だから、なんかそういうふうに考えていけばもっとリラックスしてスタートラインに立てるんじゃないかなと思うので、レースも練習と一緒であんまりテストだみたいな感じで考えずに気楽にスタートラインに立ってみてください。はいはい、わかりました。すいません、ありがとうございます。はい、はい、練習も順調に詰めてきてるので、そっちの面でももっとしっかり自信持ってスタートラインに立てると思うんで、はい、あ、すいません、かなりちょっと余談というか、ちょっとこれをたくさんどうしても伝えたか、伝えたいんですけど、はい、1年前に名古屋が終わった後に、タックプロ、はい、メールというか、中でやり取りをした中で、はい、私が今回最終的に名古屋で失速したのは、その
ちょっと前の練習がいけないんじゃなくって、上手にこうグラデュー戦で練習が詰めてなかったことが原因じゃないかっていうのを、1年前の名古屋が終わった時点で、そういうやり取りをさせていただいたんですね。それの意味って結局、自分でこう、わからないっていうか変ですけど、メニューをこう調整してどうするっていうのが自分の中ではやっぱりできない中で、今回、この3ヶ月でたくさんのメニューをやって、そのグラデュー戦の意味が分かったんですね。そのやってる中で、徐々にこう、上がっていくっていうのをすごく理解できたんですよ。はいはい、なので、1年前に、助言していただいたことを、今回はちゃんとできたっていう、すごい大きな自信があるんですね。もし多分これがたくさんのメニューじゃなかったとしたら、私ちゃんとできたのかなっていう不安を持って多分当日になってたと思うんですけど、あの言葉の通りの練習ができたっていう大きな自信があるってことをお伝えしたかったんです。当日までこのまま持っていけたらいいなと思って。ありがとうございます。具体的な練習の中身もそうですし、要はそういう気持ちの面も一緒ですよね。毎回そういうテストだ、この練習でしっかりやろう、この練習でしっかりやろうだと、なんか毎回そこがゴールみたいな感じになるから、練習もつながっていかないし、積み上がっていかないしっていうところがあると思うので、常にこの練習をやった私がこうやって強くなった、こうやって強くなった私はこういう練習ができるようになった。こういう練習ができるようになった私はこれができるようになってっていう感じで、そういうのも積み上がっていくし、練習の距離とかも積み上がっていくし、みたいな、やっぱりなんか全てをこうやって積み上げていく、積み上げていって、積み上げていって、レースみたいなっていうのが、やっぱりスポーツでは必要だと思うので、そこが今はうまく噛み合ってるんじゃないのかなと思うので、なので、そういうメンタルでスタートラインに立てるときは、自信持っていけると思うんで、その当日は楽しんでください。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。